こんにちは。私の名前は Louis Lavoie です。今日、私はハニナッツ治療を見直します。今日、私は 1% 低脂肪ミルク。このスプーン。そして、このボールを使用します。始めましょう。1% のミルクを使用する理由は、それが味と味の完璧な均衡であるから。また、あまりなも多くのミルクを使用しないようにしています。カエラ、オハイコにとまつ、良い将棋とをする。いただきます。最初の飲酒は蜂蜜があるということです。納豆を味わう中田、これは名前が何であるかを交流すると奇妙です。再びこれを味わうだろう。はい、このミルクは良い追加です。これに気づいてお願いします。スプーンに自分のミルクがあることを確認する。結論として、このシリアルは良い風味と質感を持っています。一方、これは激しくない。でも、あなたが朝、夕方、または夜に良いシリアルを探しているなら、私はこれが良い選択肢だと信じています。終わりの思考。良いです。私はあなたがビデオを楽しんで逃げています。あなたが好きなら、それを気に入ってお願いします。ありがとうございます。おやすみ。